こんにちは、クリッカー夏猫です。ローダウンを考えるときに一番手軽に考えられるアイテムは何と言ってもダウンサスではないだろうか。そんなダウンサスについて今回は紹介。まずはダウンサスというのはどういったものか。ローダウン、下げるサスペンションを略してダウンサスという。ダウンサスは純正のサスペンションと入れ替えて使用し、車高を下げることができるアイテムだ。サスペンションとはスプリングとも言うので、ローダウンスプリングやダウンスプリングと呼ぶこともある。ローダウンをする場合、ダウンサス、車高調、エアサスといった選択肢が一般的だが、ダウンサスはこの中でコスト的に一番手軽にローダウンできるお手軽アイテム。手軽にローダウンでき、車をかっこよくできるローダウンの入り口的な存在と言えるかもしれない。手軽にローダウンできるダウンサスだが、一体どれくらいローダウンすることができるのだろうか。もちろんダウンサスのメーカーや車種によって異なり様々なのだが、ダウン量としては2から4センチといったところが一般的。がっつり落とすというのは難しいかもしれないが、少し落としたいという場合にはもってこいのパーツだ。ダウンサスは手軽に始められるアイテムではあるが、車高調やエアサスとは決定的に異なる点がある。それは装着後に車高の変更が困難だということ。例えば4センチダウンさせたいと思いダウンサスを導入したが、3センチしかダウンしなかった場合、そのダウンサスを使ってさらに1センチ落とすことは基本的には無理。一部バネをカットできる商品もある。車高調やエアサスの場合は上げ下げの幅があり、その範囲で調整することが可能だが、ダウンサスの場合は車高の調整ができないということだ。車高に対してこだわりの調整を望む場合はダウンサスだけではなかなか難しい。ダウンサスを入れると純正のショックがへたってしまったという話を聞くことがある。これは一体どういったことか。原因としては、純正のショックとサスペンションはバランスを持って設計されており、サスの相性でショックの可動域があるが、純正ショックとダウンサスにした場合、純正サスの可動域以上にショックが動かないといけなくなるケースが多く、このためショックの寿命が純正の場合より短くなり、へたってしまうことがある。もちろん全てのダウンサスで起こりうることというわけではないし、最近のダウンサスの多くは純正ショックアブソーバーとのマッチングを考えて設計開発されているので、導入時に販売店やメーカーのデータを参考にすることで、自分の車に合うローダウンを目指して相談をしながらパーツ選びを進めるのがベストだ。注意したいことや検討しておきたいこともあるが、なんといっても手軽にローダウンできるダウンサス。2から3センチ車高が下がるだけでも見た目の印象は大きく変わるので、ローダウンに興味があるけどという人はまずはダウンサスからローダウンデビューしてみてはいかがだろうか。